なぁ、これ。兄ちゃんいなくなると一気にきついなぁ。ウェルカムトゥボンビラデーション。はい、というわけで。はい、ということでね。二人は。きついなぁ。はい、というわけで、はい、本日はね、ヒカルもちょっとみーちゃんもね、いないということで、うん、我々二人で、二人で何かしなきゃいけないと。そうですね。いや、頑張ってこいと。たまにはいいよ。まあね。うん。なんかコメントもあったやん。なんか、ティーガとタモヤンのコンビがおもろいみたいな、そうやろ、コメントもいただいてたので、コメントありがとうございます。ありがとうございます。というわけでね、まあ、我々もちょっと腐れ縁で、はい、結構長い付き合いですけれども、そうね、男2人でディズニーで行ったら、もうなんかやることをどうしようかと思うじゃないですか。うん、そうそうそう。ってなったらもう酒に走るしかないなと。酒に走ろうと。10月からね、ディズニーランドでもお酒が解禁されましたので、はい、まあ、ディズニーシーで今回は、はい、お酒を一つ一つ紹介しながら、はい、もう全制覇を目指していこうと、男2人で。主謀の俺らがやってやろう。もう一升瓶なんてもう2秒で開けるからね。2秒で開ける近いからね。ディズニーシーの、はい、お酒を紹介しながら全制覇を目指していくということで、我々はこんな感じでね、ディズニーランド、ディズニーシーで撮った面白い企画だったり、はい、ディズニーカバー動画撮ってますので、よかったらぜひチャンネル登録、そして高評価の方よろしくお願いします。というわけで、ディズニーシーにお酒を全制覇しに行ってきまーす。待ってるよ、ディズニーシー。空っぽにしよっかな。いらっしゃい。というわけで、はい、来ましたね。お酒といえば夜でしょう。そうですね。いや、見てよこれ、回りきれる、この時間から大丈夫。ニューヨークデリから。そうやね、ニューヨークデリか、そのアメリカンウォーターフロントから。そう、じっくり回っていこうと。結構多いからね、あそこに密集してるから、ね、調べたところ。そう、調べたところ。ということで、ニューヨークデリからじゃあ早速行ってみたいと思いましょう。思います。紹介しながらね。はい、行きます。じゃあ、レッツゴー。ゴー、レッツゴー。天下、いってらっしゃい。はい、ということで、ビールとスパークリングカクテルのパッションマンゴーを、はい、いただきたい。ありがとうございます。乾杯。制覇していきましょう。乾杯。どう、ディズニーで飲むビールは。うまっ。めちゃめちゃうまいで。え、ビールめっちゃうまい。ここのこれ、怖いやつだね。怖いやつ、怖いやつ、怖いやつ。普段ビール飲むっけ。いっぱいは飲む。まあ、最初に、うん、ちょっと俺も大人になったんでね、はい、ビールを。僕の飲みっぷりを見ててください。いただきます。ふり、早っ。早っ、飲み。身に染みる。あー、もはやジュースやね、これは。優しい、優しい。一升瓶なんてもう2秒で開けるからね。2秒で開ける。深いからね。えっ。びっくりした。およ。まあ、あのね、1軒目から言うのもなんですけど、我々極弱い。酒極弱いですからね。あの、オープニングで飲み尽くしてやるとか言ってたんですけど、はい、我々お酒極弱いです。極弱です。普段一滴も飲みませんし、タモヤンはでもちょこっとまだ飲める。場の雰囲気でいけるじゃん。そう、雰囲気でいける。僕、場の雰囲気でもダメなんですよ。でもこんな雰囲気だったらもう気持ちいい。最高だな。ゴーちゃん飲みたいぐらいやろ。飲みたいよ。帰ったらもうパーティーやな。パーティーは終わった。これっきりもうバースのことは一切口にせんといて。これあのバースデー期間の後なんですけど、そんなに切り替わるもん。切り替わる、切り替わる、すぐ変わる。すごいね。バースデー企画中はちょっと優しかったよ、いろいろやろ。目が、そらそうやん、そらそうやん。今もう目座ってるもん、ね。バースデープレゼントだったり、あのメッセージとか、あの誕生日前後半年受け付けてますんで、よろしくお願いします。ビールはさ、もういらんくない。 C だからこそ飲めるやつでしょ。そうやね。え、これナタデココやったの。なんかプチプチしてた。フルーツ。じゃあ、多分マンゴーの塊みたいな。お、イクラみたい。あ、そう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 。なんか、飲むとプチンって潰れる。あー、なんか柔らかい塊みたいなのが。イクラやん。イクラじゃない。ちょ、食べてみ、イクラやで。イクラ、マジイクラ。味も、いや、食感、いや、マンゴーだけど、なんか気持ちはイクラ。いや、食感イクラやろ。錯覚するわ。うんうんうん、楽しいね。いや、楽しいな。楽しい。これ結構楽しい、おすすめかもしれない。じゃあ次行こう。じゃあ、うん、いや、もう余裕だな。余裕や。いや、やっぱ夜いいね。夜最高やね。テンション上がってきたよ。うん、これもテンション上がってきた。
はい、というわけで次はビアカクテル。ビアカクテル、じゃあちょっとビアカクテルちょっと飲んでみたいと思います。お願いします。サングリアシロップ、バーナクルビルズ。バーナクルビルズ、あ、俺これ好きやわ。俺好きなやつ、あ、これ好きなやつ。美味しい。うん、俺ビールと混ぜてるの結構好きやね。シャンディーガフとかさ、シークワサービールとかさ。いただきます。美味しいで、これ普通に美味しい。美味しい、うん、いただきます。ダメじゃん、もう戻しそう。美味しい。どんな感じ。甘いビールみたいな。ビールにそう甘いのがちょっと入って。おいそう、だからその、そのうわーがさ、どうやったら来ないようにできるの。もう酒の弱いやつの特徴じゃん。酔っ払ってきたわ俺。だってさ、俺顔赤いよね。顔赤いよね。赤い。飲もうとした瞬間にアルコールの匂いでさ、うんってなる人はどうすればいいの。それはもう飲むしかないやん。超えよ、今日超えていこう。超えていこう、超えていこう。じゃあ次行こう。はい、ということで次はやってみましょう。ドッグサイドダイナー、我らがドッグサイドダイナー。もう我々のドッグサイドダイナーといっても過言ではない。いや、俺らもうなんていうの、アンバサダーになろう。あ、そうね。じゃあ行きましょう。やります。はい、ということでやってまいりました、我々のドッグサイドダイナーね。スパークリングカクテル、はい、ブルーベリーのなんとかです。やはい、だいぶ顔赤いよね。やばい、ここは俺に任せて。 OK、 じゃあ俺ちょっとフレンチキル食うわ。そうなの、これうまい言ってたからね。よく混ぜてって言ってた。宝石箱みたいで。なにこれ、宝石箱や。いただきますよ。うわぁ、ごくごくいける。いける、いける、飲みやすい。ごくごくいってもらう。これごくごくいっちゃうよ。凍らしたフルーツみたいなのが入ってるじゃん。うまいうまいうまい。そう、フルーツが凍らせたやつがこう入ってるんですよ。いきます。いきますっていうかね。いける、うまい。はい、じゃあ次はカフェポルテーノに。ポルテーノ、まあ分からんけど、じゃあ来ました。ここで行こう行こう。現在さん使ってやるぜ。オーケーオーケーオーケー、行こう行こう行こう。行こう。はい、ということで続いてカフェボルトフィーノやってまいりましたのカクテル。これなんかワインと何かが混ざってるって。ということで、いただいておきます。いただきます。何それ。これはこれはヘビーやで。ちょっとやっぱワイン入ってるわ。ちょっと飲んでみ。これはヘビーやで。え、どうしよう。まあまあまあ、飲みなはれ。調子こいた、マジで調子こいた。見なあれ、よく混ぜよ、うん、もう顔しんてるやん。よく混ぜよ、顔終わってんで、うん、でも飲めんやん。なんやね、口つけただけ。お、これあ、花火始まるじゃん。おめっちゃいいよ。どこどこ。え、後ろ、まさかの、まさかの後ろ。俺らに全制覇はちょっと重さかった。まあ、無理や。他のレストラン行ったらワインとかめっちゃ種類あるやん。もう一生やめとこう、これもう一切やめよう。ゆっくり飲もう。まあまあ、じゃあちょっと語っていこう。本音で、はしご酒。でもだいぶやっぱ1000人超えて、やっぱりだん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 たくさんの人にこう広まっていってるなっていう感じはあるよね。
ここからやね、でも、うん、言うてまだ1000人だから1600人か。え、でもありがたい話よ。ありがたい話。でも目標はどの辺、ど何人？10万人。ああ、わかる。俺もそうやね。10万人は行きたいね。なんか10万人行ったら人生で誇れる。誇れるね。10万行くとちょっと話変わってくるよ。あの建物もらえるし、ね、有名になりたいわけじゃないやん。そう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 、別に別に有名になりたいわけじゃなくて、何かこうやっぱ人生においてやり遂げたことを証として残したい、ね、そうそうそう、うん、今後の人生もやっぱこう挑戦をし続ける生き方でいきたいよ、ね、そう、うん、でも本当このメンバーでよかったね。だからこれからも頑張っていこう、ボンビランド。お使い物になる。ということで、はい行こう、仕上げよう。ちょっと間違えると本当にマーライオンになる。ディズニーのマーライオンになるあかん、それだけやめて、それだけはやめて。こんな神聖な場所でメディテレーニアンハーバーの、あれ新しいオブジェできたんでそれはやめよう。おいって、やばいやばいやばいその目マジやばい、マジやばい、マジ今だいぶ自分との戦いはい、ということで T が撃沈ですということでね、これを僕がね、頑張って飲み切りたいと思います。美味しい、本当に結果、まあ全制覇は全く不可能っていうことでね、ギブアップで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価の方、いや低評価でもいいです、よろしくお願いしますということで、また来週、ありがとう、じゃあねー。はい、というわけで、はい、本日は2人でコメント返信コーナーいきまーす。いきまーす。じゃあ、トムヤから。はい、まずは僕からですね。美女と野獣一人ぼっちの晩餐、晩餐会にコメントしてくれた、はい、ミミさん。ミミさん、ありがとうございます。ありがとうございます。公開スタンバイしてました。とにかくすごいです。見てて楽しかったです。もうすぐコメントしてくれたから、ね、早かった、早かった、早かった。いや嬉しかったね。なんか俺がパッて見た時より、うん、俺より先見てたもんね。スタンバイしてくれ してくれたもんね。もう多分5分前ぐらいだったもんね。そう、もうそういう気持ちが嬉しいですね。いやスタンバイは嬉しい、嬉しい。ミミさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ミミさん、やめろ、ご感動。はい、というわけです、はい、ディズニーソングカバー This is Halloween、はい、トムヤ Before Christmas、 まあ僕が去年一人でトムヤの撮影してくれたじゃない、過去のやつちょろっと、ね、あのハロウィン前に出させていただいたカバー動画で、はい、購入品紹介、ミカチャンネルさん。お、ミカチャンネルさん、ミカチャンネルさん、はい、ティーガさんの歌声素敵です。低い声がこの曲の雰囲気とよく合っていますね。はい、分かってるやん、ミカちゃんは分かってる。ミカちゃんは分かってますね、これはね、こう紹介してくれて、購入品紹介ミカチャンネルだからね。はい、まあ、ちょっと何を商品、ちょっと見に、ね、ちょっと見に行かないと、見に行こう、ちょっと見に行かせていただきたいと思います、はい、というわけでミカさん、本当にありがとうございます。ありがとうございます。というわけでまた来週お会いしましょう、はい、ボブヴィランズから今回はティーガとタボヤでした。ありがとうございました。ありがとうございました。また来週。